行列ができることもある。超人気町中華、気になりませんか？味覚園に行きましょうか。このチャンネルでは47都道府県、6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や、新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると、励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。JR 東海道線藤枝駅から車で8分、県道から少し入った場所にある、中華料理店。県道とはいえ、国道1号線バイパスが、できる前は国道1号線だったんですよね。なので、交通量はとても多いです。特に店の前あたりは、渋滞していることも、しばしばあります。県道からもお店は少し見えるのですが、最近まで存在を知りませんでした。お店は最初静岡市にあり、藤枝に移転したとも聞きました。詳しい情報をご存知の方が、いらしたら教えてください。近くには大きな店舗が多数あり、ニトリ、エスポット、カインズ、ベーシア、ケーズ電機など、買い物には困らない場所ですね。味覚園前の道を北に向かうと、藤枝ゴルフクラブという、ゴルフ場があります。結構昔からあるような気がします。ラーメン店だと、藤枝駅の方には、キムチが入ったラーメンが、昔から大人気の、金金亭本舗藤枝本店、がありますね。この辺りのラーメン好きなら、一度は行ったことがある、お店ではないでしょうか。焼津市や藤枝市の蔵、掛川市や袋井市の味付け、藤枝市や島田市の麺屋大輝も、同じようなラーメンを提供しています。西に向かうと全国に店舗がある巨大ラーメンチェーン店、後楽園藤枝店、老舗そば店ですが、安くてボリュームがとんでもないラーメンセットが人気の3市、さらに西に向かうと沼津港前に本店がある超人気豚骨ラーメン店、小福島田店などがあります。味覚園の駐車場は店の前に数台分、店と県道の間くらいに第二駐車場がありました。外観はピンクっぽい色をしています。鶴の絵が特徴的。店の前に並んでいる植物がいい感じ。今までの経験から言うと、植木鉢など植物が多数あるお店は、私にとって外れがなく、年配の人が調理していることが多かったと思います。そして年季が入りすぎて、色あせた看板がたまらない。静岡県藤枝市、内瀬戸554-5。では入店してみましょう。ショーケースにある木の模型は手作り品なのだろうか。植物たっぷりがいいですね。大きな窓からは植物がいっぱい見られて癒されます。店内はカウンター席、テーブル席、小上がり席がありました。ラーメンなど麺類はもちろん、中華料理店で食べられそうなもの一式、カレーや一品料理も多数あります。ミニ焼肉丼セットを注文。小さいラーメン、焼肉丼、冷ややっこ、漬物がセットになっています。焼肉丼がメインみたいな感じですね。ラーメンのトッピングはネギ、チャーシュー、ナルト、メンマなど。スープは優しい醤油味、空腹の胃にじんわりと染み込みます。本当にミニサイズのラーメンですが、鶏ガラなどの出汁感も感じられました。海苔が1枚乗っていたということは、海苔があると何か巻きたくなる。症候群発動、海苔の上にメンマを乗せて、麺をくるんでいただきました。細麺は柔らかめの茹で上がり。少し縮れていました。昔ながらのラーメンにはやっぱり、胡椒がよく合います。スープが少し甘めなので、味が引き締まるんですよね。突然ですがいただいたコメントを、
紹介していくのコーナー。静岡県焼津市の新栄楼のショート動画にいただいたコメント。足立区に激安の中華屋があって、ラーメン400円餃子250円と今の時代に釣り合わない値段、全国にありえない値段設定の飲食店あるけど、少しぐらい値段上げてもいいから長く続けてほしいな。確かに私もそう思います。安すぎて大丈夫？利益あるの？とお客が心配してしまう。お店ありますよね。お店を畳むことになってしまっては悲しいですからね。沼津市のヤギワ食堂はラーメン250円なんですよ。カツ丼が400円です。お願いだから値上げしてほしい。お店なのです。静岡市清水区のラーメン望月にいただいたコメント。最近このチャンネルを知って登録しました清水区民です。今日初めて行って醤油ワンタンを食べましたが、ほんと醤油って感じでしたね。洗練されていて、これ塩も絶対うまいやつだって思ったので再来店確定です。それは良かったです。日本一とも言われているラーメン店でラーメン作りをしていた人のお店なので期待できますよね。また行ったら感想を聞かせてください。私もその日本一とも言われるお店には何十回も行っていたので、今回のオープンは期待していましたよ。美味しかったので開店初日に醤油と塩2杯食べちゃいました。焼肉丼はレタスの上に味付けされた豚バラ肉が乗っています。肉の下にはキャベツもありましたよ。結構野菜多めがいいですね。甘くて少しだけ辛い、タレがかかっていてご飯にまで染み込んでいました。焼肉丼の焼肉といえば味濃いめのイメージがありますが、そんなに濃くなくあっさりした味。肉も美味しいけど、このタレがかかったところのご飯が美味しいのよ。マヨネーズをかけて食べてみたかった。マヨが絶対合うはず。ラーメンがミニなので満腹になりすぎないところがいいですね。いろんな人の口コミを見ていると、人によって注文するものが全然違います。何を食べても美味しいという意見が目立ちましたね。お店のご夫婦の方も印象が良かったです。なるほど、人気が出ないわけがないお店なのか。私は時間をずらしていったので大丈夫でしたが、ピーク時は車が駐車場に入れないほどお客さんが来るのだそう。一元さんがフラッと入るような場所にお店があるわけではないので、常連客が多いのでしょう。一度は行ってみてほしい。老舗人気町中華なのです。静岡県藤枝市の味覚園、交通量の多い県道から少し入った場所にある中華料理店。県道からもお店は少し見えるのですが、最近まで存在を知りませんでした。鶴の絵が特徴的、年季が入りすぎて色あせた看板がたまらない。大きな窓からは植物がいっぱい見られて癒されます。カウンター席、テーブル席、小上がり席がありました。ラーメンなど麺類はもちろん、中華料理店で食べられそうなもの一式、カレーや一品料理も多数あります。ミニ焼肉丼ぶりセット、焼肉丼がメインみたいな感じ。スープは優しい醤油味、本当にミニサイズのラーメンですが、鶏ガラなどの出汁感も感じられました。細麺は柔らかめの茹で上がり、少し縮れていました。やや甘みがある昔ながらのスープ、胡椒がよく合いますね。焼肉丼はレタスの上に味付けされた豚バラ肉が乗っています。濃い味付けではなかったです。常連さんが多い地元で愛される中華料理店なのでした。